パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ミラージュホビードイツ軍 UE トラクターに28センチ40型ロケット砲ランチャーを無理やりくっつけた車両ですか。はい、これ正式名称なんていうんですかね。はい、一応書いてありますけど、はい、まあご覧の通りです。はい、フランスの UE トラクターですね。ウルフラーメン40ロケットをこう無理やり荷台に乗せたっていうんですか、自走砲ですよね。はい、発売元はミラージュホビーでポーランドの会社ですね。はい、ここはもうまあポーランドの車両、それからこういうUE トラクターベース、タンケッテとかセブン TP とか、まあユニークな車両を出してますよね。飛行機や船も出してるんで、ヨーロッパでは割と有名な会社の方なんですかね。はい、日本では、まあ、あまりお店では売ってないですかね。はい。まあ、ご覧の通りの車両で、僕以前、対空砲好きって言いましたけど、この、ロケットランチャーつけた車両ですか。これも大好きで、ドイツ軍は対戦中、これをつけた車両をものすごい、まあ、作ってるんで、まあ、いずれまたいろいろご紹介できると思います。はい。じゃあ、早速中見ていきましょう。組み立て説明図ですね。デカールです。パーツはこの袋に、まあ、全部まとめて入ってますね。はい、パーツは以上です。組み立て説明図です。ここの部分は実写の解説ですね。まあポーランド語なんですかね、あと英語です。でこれは実写のスペックですね。はい、すげえ小さいんですよね。はい、ここのこれはサスペンションですかね。そうですね、天輪と、あとこれが確か脇から押さえつける形のサスペンションで、で車体を箱組みしてサスを取り付けると。はい、で細かいパーツっていうんですか、排気管とか牽引くっつけて、これは後部に、標準でついている荷台ですよね。はい。で、細かいパーツをつけていくわけですけど、まあ、細かいですよね。フェンダーとか、あとは、まあ、工具類。で、これが多分運転席の上の、フードっていうんですかね。はい。まあ、乗車用の、まあ、とこですね。はい。で、出来上がった車体に、この荷台を乗せて立体をつけてますね。はい、どうやら部分分割ですね。中央必要な枚数が書いてあると。はい、ここから先はもうロケットですね。はい、モナカ構造で、分身部にパーツが1個あると。で、多分これは注意書きのデカールの指定ですかね。はい、でランチャーの工作ですね。はい、これ多分そうですね、木でできていますもんね。はい、でこれ多分車体の正面につく何ですかね、目当てみたいなやつですよね、距離測る。うん、で最後にこれがランチャーそのものを乗せる荷台ですね。はい、これが台で、これが使い棒。はい、すごいですね。なんか手書きの図面みたいですよね。で、最後に、ランチャー台をセットして乗せて、完成ですね。はい。車体のパーツですね。あとは、左上は、後部の荷台っていうんですかね。ボックスのパーツですね。上部車体ですね。はい。まあ、こんなもんかなって感じです。はい。僕は個人的には十分です。ただ、箱絵とか、まあ、実写の写真ですか。はい。ああいうの見ると、こういうところも結構リベットがいっぱいついてるんですね。なんで、まあ、気になる方は多分植えればいいと思うんですよ。あとは多分この車両が完成するとまあ、ロケットにしか目がいかないと思うんで、僕は全然大丈夫かなって感じですね。はい、まあ、この大きさなんでね。はい、はい、この辺は車体につく細かいパーツ類ですね。これは側面ですね。はい、であとこれが底板。
はい、まあ、細かい工具とか、まあ、いろいろついてますね。はい、もうなんかご覧の通りって感じですね。はい、これは後部車体ですかね。はい、でこれがカーゴのところので、ここのあの補給用の支柱とか、あのリベットとか、こういうディティールはすごく細かいんですよね。あの本当ここ面白いところで、はい、いやこれできるんだったら車体もちょっとね、ディティールアップしてくれよって感じですけど、はい、車体側面のパーツですね、どうですかね。まあ僕はもう本当に十分すぎるほど、はい、いい値切りだと思いますね。うん、足回りと履帯のパーツですね、同じランナーが2枚入ってます。これはまあロードオイルですかね。はい、あとこれがその脇から挟み込む、まあ、レールっていうんですか、あのもうご覧の通りすごいちっちゃいパーツですけど、その割にすごくシャープできてますよね。この辺もこれリターンローラーとユードリンですからね。でこれが多分あの、まあ、板バネを使ったサスペンションですけど、いやいや、まあいいんじゃないですかねって感じですよね。はい、これフェンダーですね。はい、これリアフェンダーで、これなんか行く地っぽいんですけど、あのもう一枚のやつにも同じ場所についてるんで、カーゴを乗せるための、はい、なんかのガイドかもしれないですね。はい、善意に解釈しすぎですかね。はい、でこれが運転席のあのこう頭頂部っていうんですかね、あのドーム型のやつですね。あの頭がここに来ますよね。はい、でここはあのスリットが本物は開いてるんで、まあ、埋まっちゃってますから、まあ、ここは開けたいかな。はい、でこれ気取りですね。はい、うん、あの潰れてますよね、ランナーっていうか、あのゲートがついてるところ、まあこれはもう削るしかないかな。はい、うん、まあ削るっていうか隠すっていうんですか、履帯で隠しちゃうかな。はい、この辺は多分あのバラの履帯ですね。はい、いやいいですね。はい、でこれが部分分割式の履帯ですね。すごいですね、これもうあのブロニング M2 基準の団体よりちょっと大きいぐらいで、まあでもこの大きさでこれだけ成形できてますんでね、もう素晴らしいじゃないですか。はい、はい、僕の指こんなもんですから。はい、天輪の裏側ですね。はい、あの押し出し面の跡ないですね。はい、でサスペンションこういう感じで、板バネもまあ一応しっかりダウンついてますよね。いやもういいんじゃないかなと思いますよね。でこれがあのドームのカバーの方ですね。これはどうなのかな、多分実車ではこんなピンついてないと思うんで、これは削り取るかな。はい、履帯の裏側ですね。あのすごいですね、押し出し目の跡はもう一切ないですよ。はい、こういう感じで、はい、もうこのぐらいの大きさでこんだけシャープにできてたら、まあ言うことないんじゃないですかね。うん、あとはそうですね、全部平らなんで、やっぱりたるんでるところは自分で多少癖をつけなきゃならないですかね。はい、あと最後に気取りだけ、これが表側です。表側は一応ディティールがしっかり見えます。はい、で裏側はもう完全にこう一体化しちゃってるんで、まあこれはもう削り出しですね。はい、はい、ロケットランチャーの関連のパーツですね。はい、2種類あります。ロケット弾のパーツですね。はい、まあモナカですけど、すごくよくできてますね。表面が車体と全然違う、はい、質感で、はい、結構リアルだと思いますね。うん、いや、いいですね。でこれが分身部で、すごく細かくできてますよね。うん、あとこの辺は要は収まってる木組みっていうんですか、あれのフレームですね。はい、これ1個折れてますね。はい、そうですね。はい、木のディティールがついてますね。ただなんですか、全部同じに見えますね、僕には。はい、もう判断をしたように、はい、全て同じ
多分完璧に同じようなディティールがついてますね。はい、まあまあ型でねやってますからね、はい、この辺はちょっとやりようがあるかもしれないですね。これもきっと多分その中のスチールのフレームとこう分かれてますよね。でこれは多分その台座っていうんですかね、外ランチャーのフレームの下ですかね、はい、そうですね、この辺がランチャーのフレームで、これが多分なんかメモリがついてるんで、はい、これで角度を調整する、はい、まあ実際はなんか2種類ぐらいしか角度調整できないみたいですけどね、はい、こうですね、はい、団体、これ細かいパーツと、もう片側の、はい、あと2個のロケット弾ですね、はい、この辺も同じですよね、はい、まあ4個あるわけだから4個分ということですね。これはこれトーションバーですかね、はい、っぽいですね、はい、あとここのパーツは車体の正面につく目当ての棒っていうんですか、スケールですよね、うん、まあ、実際こんなもんでどの程度正確に測れたのかっていう気がしますけど、まあ作りですからね、はい、そんな精度は多分なかったんでしょうね。これがランチャーフレームで、これが台座ですね、はい、うん、まあ裏側はこういう感じですね。まあこの辺はまあ見えないですけどね、はい、うん、木のディティールすごいすごいですね、まあ別の意味で、はい、デカールです。もうほぼ白地なんで、まあ全然見えないかもしれないですね。車体番号、鉄十字、あとなんか舞台マークらしきもので、あとはこの辺にはロケットランチャー本体と、あと木箱っていうんですか、木枠につけたりする注意書きのデカールが、はい、きちんと入ってますね。パーツは以上です。総評です。はい、もうパーツの数があれしかなかったんで、まあレビューそのものはあっという間でしたけど、まあもうつくつくこの箱絵を見て思うのは、もうなんともまあへんてこで可愛らしい面白い車両だなっていう感じですね。はい、こう逆にマイナーなメーカーだからこそこういうのをキット化してくれたかなっていうのはあると思うんですけど、まあもう本当に初めてこのキットを知った時っていうんですか、僕はあるモデラーの方のブログで制作こうされた写真を見て、もう衝撃でしたよね。うわかっけーみたいなはい、もうなんかこういう無理やりな感じがもうすごくいいですよね。はい、で木を使ってるっていうのはまあまあ、まあ、なおいいですよね。はい、キットはミラージュは日本ではあまりこう見かけないメーカーなんで、ちょっと手に入れるの厳しいかなっていう気はしますけど、そうですね、通販とかのサイトとか中古のとこ、あと僕はこれ2回買ってるんですけど、いずれもヤフオクで買ってるんで、まあ興味のある人はまめにそういうところをこうチェックするとあるかなっていう気がしますね。はい、まああと UE トラクター自体はタミヤが出してますよね。でこの横の4連装のロケットランチャーも多分ドラゴンとか、それからまあミラージュとかも出してるんで、まあ剛腕な人はこうスクラッチも可能かなっていう車両ですかね。はい、資料がねあんまり出回ってないみたいなんで、まあそこら辺はもう俺なり解釈でいいと思うんで、はい、まあとにかくもうまあ、この外見ですよね。はい、もう本当に本当にかっこかわいい車両だと思います。はい、はい、今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァーノーライフ。